Listening. Listening. エボリューション進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティを持って評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうか こんばんは、松正です選ボインデックス第122回ですこの番組ではそんなさまざまな技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎えその技術が生まれた背景に迫りますさて2月から経済産業省がドラッグストアやコンビニエンスストアと共同で決済サービスの LINEPay を使い商品の販売状況に応じて付与するポイントを自動的に変動させるという実証実験を始めるそうです食品ロスを減らすために行われるこの実験 消費期限が近づいた商品ほどポイント還元率が高くなるように設定されているそうで無線自動識別技術を使った IC タグで管理され実験用の LINE アカウントに登録した消費者にポイントが上がったという通知が届くんだとかそして店舗で LINEPay で商品を買うとポイントがたまり次回の買い物に使えるそうです食品ロスも減り消費者はポイントがアップし 人手不足対策にも有効あの値下げのシールってね貼らなくて良くなるわけですからねこれは本当にハイテクは人に優しいとてももしも実用化されるとするとあの利便性も上がっていいことだらけだなこういうのを考えつくこの技術者の人たちエンジニアの人たちもすごいなと思いますさて 今夜のレジェンドエンジニア参りましょうゴム製品の開発と製造を一貫して行い世界で唯一の技術も有する株式会社中野製作所タスクマネジメントグループマネージャー中山義和さんです松風正サがお送りしていくベイ FM A ラボインデックス今週も進化を生み出す人間の力僕と一緒に探っていきましょうベ FM A ラボインデックスフィーチュリーマサイア・マツカゼ さてここで今夜のゲスト株式会社中野製作所タスクマネジメントグループマネージャー中山義和さんのプロフィールご紹介しましまょう中山さんは1970年東京都葛飾区生まれ子どもの頃からスポーツと何かものを作ることが好きだったという少年は中央工学校工業専門課程建築設計科へと進みますそして卒業後建築設計事務所に就職。 建設図面の設計および作図を担当し8年の勤務後現在勤めている株式会社社中野製作所に入社しますその中野製作所は昭和47年1972年東京葛飾に創業ゴムに関する材料配合試作と試験といったさまざまなノウハウを持つゴム製品の開発と製造を一貫して行うゴムのエキスパートが集まる会社です 私たちの生活に密着した ATM や自動改札など紙の運送に使用する高性能ゴムローラーやゴムと樹脂を接着剤を使用せず結合させる技術を使ったラジカロックという世界で唯一の技術を持つ会社でラジカロックは有名ランニングシューズの靴底部にも使用され名だたるアスリートたちを支えています。 そしてそれらの技術と功績が認められ葛飾ブランド第12回平成30年度葛飾町工場物語認定製品となりますしかしその裏には秘められたストーリーがありましたラジカロックは先代社長が未来のゴム業界における自社の危機感を見据え開発を手掛けるきっかけとなったんですが製品化を目前に急病で他界するという悲しい出来事が起こってしまいます。 その社長の意思を継いで従業員関係者はものづくりに携わる人としてどのような対応を頑張りを見せたのでしょうか中山さんは現在マネージャーという役職で技術営業が主な業務ですがもともと中野製作所でゴム材料や製品の製造や評価分析を行っていた方開発当時をよく知るというよりそのすべてを知るキーマンという存在です ということでこの後株式会社中野製作所タスクマネジメントグループマネージャー中山義和さんに真のものづくりの匠としてのいろいろなお話を伺います。 松久島さんがお送りしているベイフェエラボインデックス。それでは、ここで、第122回のレジェンドエンジニアをお迎えいたしましょう。株式会社中野製作所タスクマネージメントグループマネージャー中山義和さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、中野製作所は、ゴム製品の製造・開発のエキスパートが集まる会社ということです。けれどもあの、この番組は、短すぎて考えないハイクオリティな技術っていうお話がすごくあるんですけれども、ゴムがまた。 ゴムのない生活って考えられないですよね。そうですね。車にもたくさん使われてますし、はい、生活の中にあのいろいろと溶け込んでるような製品になりますね。ゴムない家ってないですよね。ゴム製品。そうですね。ゴムって簡単に言うと何ですか？樹脂ですか？何になるんですか？ゴムと樹脂はまああのー、近いけど、そうですね。兄弟みたいなもんですけど、まあちょっとこう科学的に。 変わったものがゴムみたいなイメージをしていただけると一番わかりやすいかなと思うんですけどあと昔で言うとゴムの木から、はいはい、木の,、ね、あの樹液でなんてイメージありますけども、はい、今も化学合成がほとんど天然ゴムをあえて使うことが、はい、か珍しいみたいないわけですもんね。はい、やっぱり天然ゴムは天然なのでやっぱりくつさったりしますから大体、はい、いい工業用の合成ゴムが。 今ほとんどになってると石油から作るってことですかそうですねナフサから作るってことですねナフサって聞いたことありますねほとんどがそれが原料原料が変わらずそれの配合によっていろんなそうですね重合の仕方とかいろいろ変わっていろんな種類のゴムになるみたいですけどこれもめちゃめちゃお世話なってるけど本当にみんな考えないですよねそうですね。ゴムのことあとあの半導体ってみんな言ってて半導体のお話の時もあったですね電気通すもの通さないもの でなんか面白い通し方するものっていうのが半導体でほとんどが半導体ですもんねそう考えると数としてはゴムも簡単に言ってますけどむちゃくちゃな種類がそうですねあとこの場所にはこのゴムがいいみたいなこの特性がいいこの特性が悪いみたいなったらもう数万とか数百万みたいな話に中に入れるものの組み合わせによって変わってきますのでこれ結構半導体に近いあれですよね のの種類の爆発的な増え方と、うんはい、あとニーズっていうそうですねいや今回ですね 2>,、はい、2週にわたってしっかりと僕もゴムのことを勉強させて、はい、いただきたいなと思うんですけれども、はいえー、そんな、えー、中野製作所中山さん、はい、最初に勤められたのはなんと、えー、建築設計事務所そうですねこれまた意外もともとは図面書いてました。 設計師さんでいらっしゃるそ,、はい、それもなかなかのなかなかの職人のあれですよですねはいもともと物を作るっていうことが好きだったので、はい、あとまあこういろいろとあの書いたりするのも好きだったので、ま、ずあの仕事になるっていうところでまず建築設計に入ったんですけど、ね、でも簡単にやれるところじゃないですよねそれこそ学校そこ専門でやられて試験通ってっていうことじゃないとやれないところはいそちらしかも8年も そうですね、じゃあもう完全に設計師さんというかそうですね、あのー、それなりにやってました僕はあのトレース検定 3, <laughs> 3級持ってるんですけど <laughs> あれでも細かいっすよね、はい、こっち線が切れたとか何とか線は何ミリ以下で書かなきゃいけないとかもっとですよねだから多分僕なんかの,あの小さいライセンスよりも中山さんの場合はもうその芯ちゃんと削ってみたいなそうですね芯削り機のある世界の。はい その話すると年齢が分かっちゃうのであんまり大きな声では言わないですけどキャドですからそうだ鉛あの今のお話で年齢が近いことが分かったでなるほど芯削りり機ああるんですすよねねま芯だけの鉛筆あるんですよねトレース用のありますねじゃそこもちゃんと経てそうですねキャドデータももうバリバリ作れる そうですね、あのー、建築設計の方はちょこっとしかできませんけど、はいあのー、今の図面はある程度は書けますうでも全く違いますよねってことは異業種にそうですね、はい、スケールも違いますし、あのー、作ってるものの大きさが全然違いますから、はい、これはどうしてこういうようなもうこの世界じゃないなと、はいはい、何か出会いがあってということなんですか、あのーまあ、我々のの年代っていううはちょうどあのバブルが はい、弾けたた頃でそうです、ね、バブル世代みたいなそそうですそうです、はい、あの就職した時が、えー、マックスかちょっと落ちたぐらいで <laughs> であの辞めた8年後ぐらいがですね一番どん底の時で、はい、建築なんて仕事がなくてですね、はい、もうどうにもならないっていうところだったんですよねしかも比べるその仕事がないって言ってる比べる相手がバブルなわけでそれはもう相当ないよって言われる時期ってことですねそ、はい、そうです,そうですでその時に あのまあ、たまたま中野製作所の,あの当時の社長に拾ってもらったみたいなイメージですね。ああそう、はい、僕も建築系の,あの仕事はしたことないんですけれどもはい、はい、塗装はちょっとやりましたけど厳しいところを、はいね、中山さんはちょうどあれですよね平成では一番厳しいところにたまたまいらっしゃったっていうちょっとだけいい思いもしたんですけど基本的には,には、はい、基本的にはあんまり。 あのたくさんいい思いはしてないっていうか感じですね。でも人間的にはあれですねタフなタフな世代ということですよね。<laughs> はいはい、なるほど、はいえー、そしてですね改めて中野製作所なんですけれどもどのような会社なのかっていうことを改めて教えていただいてもいいですか。はいえー、先ほどから申し上げたようにゴムを作ってるメーカーになります。えー、ゴムのの材料の えーまあ、配合って言われているものなんですが、はいえー、ゴムの中に、えー、いろんなものを混ぜていろんな特性を出すというところから、はいまあ、その設計からですね、えー、配合、えー、コンネリと言われているゴムの材料を作るところあと成形と言われているゴムをあの熱と圧力でゴムは、えー、ゴムにあるんですけど、はいえー、そのゴムの、えー、成形工程だったりとか。 あとは、えーまあ、研磨等のかあと加工ですねはいあ,のあと出、えー、検査出荷まで、えー、全てワントップで行っているメーカーになりますこれ言うのは簡単っすけど大変ですよね、はい、そうですね今我々規模の中小企業で、まあ、そこまでしっかりやってるっていうのは今なくなってはきてますねいや<ー>さすがガム製品の製造開発エキスパート言うのは簡単っすけどこれもう 発明毎回してるみたいな話ですもんね,そうですね簡単に言うと、はい、あのエジソンが昔電気作った時に何がフィラメントになるのか分かんないってはい、はい、世界中から物集めて、はい、結局竹、はい、日本に竹ってあるらしいよみたいな、はい、もうそのレベルですよねゴム何混ぜたってどうなるか魅力的なものは全部もう一回入れてやってみようよみたいな、ねはいはい、あのゴムは偉大なる豚であるって言うんですけど何す豚は何でも食べるんですね、はい、でゴムもあのいろんなものが混ぜることができるんですね あのー、例えばいろんな機能性を持ったものをですねゴムの中に入れることでいろいろ機能を持たせることができるんですけど、まあ、その、あのー、組み合わせが無限大にあるというようなイメージですね。あとあの僕あの思い出したんですけど子供の頃スーパーボールを電子レンジで作れる機械みたいな楽あの科学的な,、はい、なんかあれもそうでしたけど、はい、あれだから圧力と熱ですよね。何何をを混ぜたた時のののののの温度をどのくらいの尺ででかかかかけけるるあと圧力ま そのスーパーボールみたいにボンって跳ねるのとボロボロに崩れちゃうのとみたいなのが起こるんですよね。そんなイメージですねそれのだからもうプロユースのやつっていうことですもんねこれはもうどこからどう手つけていいのか毎回が発明なんだなっていうこと改めて考えたらちょっとぞっとするレベルなんですけれどもそんな中え中野製作所の代表的な製品がもう皆さんこれまた身近なところにあるわけですよね。 そうです、ね、えー、っと例えば皆さんの、えー、イメージで言うと、はいえー、自動改札に使われているようなローラーですね。電車の。はい。あの切符を入れて分けるところここに使っていただいたりとかですねはいあとは、まあ、牛丼屋さんとかにある、はいえー、チケット券売,機券売機の、えー、中に入るとかですねそういったものがわれわれのものとしてあとは えー、金融機関系だと ATM の中に入ってう,、ね、うわーお金もすごい速さで音だけ聞こえて、はいはい、あれですよね入力した枚数瞬時に出てきますもんね、はい、そうですねそんなところですね駅のまあ今ちょっと IC 的なスイカ的なものを皆さん使うからあれだと思いますけど切符ももう凄まじい速さで新幹線とか乗るときそうですよね切符入れたらもうんか吸い込まれるみたいにもうよこせみたいにぶん取られるみたいに取られてであれが穴も開いて印字もされてすごい速さで出てきますもんね。ということは正確にあのとんでもないスピードで中を動かさなくちゃいけないわけでそのためにはずれがないようにしっかりと保持する何かっていうのがこれゴムだっていう。そうですね お金で言っても指で数えてても、はい、たまに手がカサカサして今時期とか、はい、なんか苦労する時あるじゃないですかそうですねビニールとかもそうですよねスーパーのビニール取れないとちょっと年をかけてショックなんですけどあのあれですよねそうですそうですあれを百万回やったら百万回ミスがないようにそうですねするゴム一、はい、万円札一枚間違っちゃってごめんねじゃ済まないですもんねそうですねお金は特に大変なことになりますからす、ね、はい でしかも使い古された旧札人間でもそうですけど、はい、ピン札、はい、新品のお札ってもう本んになんかもう刃物みたいなピンってしてるじゃないですかです、ね、あ,あれも完全にどっちも対応しなきゃいけないみたいな、はいはい、それを開発してそうですねその機械にはまる形に成形してそうです,そうですあと耐久性ももう ATM とか駅の改札ってったら尋常じゃないんじゃないですかそうですねあの、まあ我々 えと先ほどちょっとお話ししませんでしたけどあの開発型のメーカーとしてやらせていただいてますので、はい、今までいろいろとお客様の中でご苦労されているところうまくいかないところ問題点っていうのを我々の方にえーご相談をいただいて、はい、えそれを全部改善して使っていただいているというような形になってますので、まあ、例えば自動改札だと、あのー、今まで、まあ、皆さんも経験あると思いますけど昔よく。 あの止まって空いてたりしてメンテナンスしてたと思いますけどあの横にバカって開くんです、ね<ス>。そうです,うです,うです。なんかもうガン見します。はい。たまに開けてお掃除してたりしますね。はい、はいはいはい。あれですけどあのー、あれもですね今まで例えば三ヶ月ぐらいしか持たなかったものが、はい、まあ我々のものを使うことで一日持つとかですね、はい、あのいろいろとこう不具合の原因がですね。 あのー、例えばゴムがあの油で防潤したりするんですけどいろいろとこうと油で防潤っていうんですね膨れるんです水か膨らむうそうですね同じようなあのイメージですけど防潤って油を吸って太ってしまうとグリスアップしてないとあのスピードで回すわけですからす、はい、絶対油はあるわけですもんね、はい、近くにそうするとあの送らなくなってあのローラー交換しなきゃいけないってなるんですけど、はい、まあそれを分析していくと 例えばあのサメの油が出てきたりとかするんですねサメの油、はあ、あの女性の、えー、化粧品の中てスクワランみたいなやつですねそうですそうです,そうです<ぁ>ああいうのがゴムに悪さするとかですねあそれを手で触って入れてるもんだから、はい、そうですそうです それがうす,す,すごい少ない量だとしてもそれがずっと重なってった時とか、はいはい、あとやたらにそのその種類の油にだけ反応してるんだっていうことが、はい、そうですねほらやっぱり恐ろしい世界ですねこのゴムの世界はそういうのをこうあの大丈夫なような材料をそこに当ててあげるともうでもそもう本当に開発も無,<へ>無限のものを相手に。はい 地球のもの全部を相手に、はいはい、あと原因もそうなりますよね日本だと日本ではありますけど、はい、何か排ガスに含まれている成分なのか、はい、そのグリスアップのあれなのか使用者の,、はい、あの化粧品のあれなのかとか、ね、ハンドクリームのあれなのかとか、はい、もうどうやって当たっていったらいいのかっていうレベルのものに当たっていくっていう。うねはい、海外でも使っていただいてるので、はい、そうするとまた海外特有の例えば東南アジアだと 湿気だとかですね、はい、あとは、えー、と砂漠の国だと細かい砂が入るとかですねいろいろな問題が起きてくるっていうところですねこれちなみになんですけどその ATM とか、A、自動改札とかって開発はどのくらいの時間がかかるものなんですかも、はい、の物にももちろんよるんですけど、はい、一番時間がかかったやつは、えー、カットトライでこういろいろ作ってみて評価してみてダメでっていうことを繰り返して。はい えっと、大体三年ぐらいかかったものあります。うわ<い>そうですよね。そうです。短くてもやっぱり半年から一年ぐらいは。相手が無限すぎますよね。そうです、ね。う本当だから、半導体を超えてくる、もう無茶苦茶ですよね。はいはい、これあ、あれですか。やっぱり、あの中野製作所にはそういうシンクタンクというか。はい、積み上げてきたデータがあるから、はい、まあ、あらかたわかるみたいな,な。そうですね。大体こういった問題の時には、こうするんだっていうようなノウハウっていうのは。 やっぱあるので、まあ、そこからまずはやってみると、ね、そこがもうすさまじいすさまじいあれですよね、はい、資産でですすよねねそうですねだいたいこのケースとか「はい、あ前にもあったよこれすげえ苦労したんだよね」とか「はいねはい、これ意外にこれで対応できるんだよね」とか「はい、いやーまさか今さらっとおっしゃいましたけど化粧品が原因で」なんていうふうに分かるわけないですよね化粧品だってごく微量すさまじい数の油混ぜるじゃないですか。そうですねはい もうそれが植物性だっったたりり動物性だったり、はい、ももすすごいですもんね、はい、その中で今で中山さんがさらっと「サメの」なんて、はい、そ,そのそこを発見するための労力たるやそうですねそ,それにまた耐性のあるものを当てなきゃいけないっていうところも大変なところになりますけどサメの油だと分かって、はい、その油を弾き返すもので点火してなおそうです、ね、ものが大丈夫な。はいはい ものはっていうのをそうです、ね、また無限のためですねはい、はい、いやー恐ろしいです <laughs> そしてそんな中世界唯一の技術を誇るラジカロック、はいえー、こちらが何といっても代表なんですけれども、えー、この開発まずこの開発をこうきっかけになったことがあ、はい、まずラジカロックのお話を伺った方がいいですね、はい、ラジカロックという技術はどういうものなのかを教えていただいてもいいですか、はいえー、とゴムと えー、樹脂プラスチックを接着剤を使わないで結合させる技術になります。もうむちゃくちゃですよね。はい、これはいって、これはゴムを研究し続けていった結果、はい、接着剤がなくても大丈夫というところに行き着いたということですか？そうですね。あのー、まあ、ゴムも樹脂も、えー、高分子の材料としては同じで、はい、えー、違いは何かって言うとまあ、ゴムと樹脂の違いは何かって言うと。 佳、えー、境をしてるかどうか下流をしてるかどうかということになるんですけど<境>分子と分子にをですね、えー、と手をつなぐことをするのが佳境っていうんですけど。はいはい それをししててるものがゴムでしてないものが樹脂みたいなイメージですねということは、えー、樹脂の方にも架、えー、強さを持たせてあげると、はい、まあゴムになるような、まあ、簡単に言うとなるようなものもあるんですけどなので<あ>、えー、逆だゴムをそういうふうにしちゃうと、はい、樹脂化するからそうです、ね、接着剤が不要になるといで、ねはい、でそこの部分で樹脂とゴムをの、えー、分子を結合させちゃうってことですねなので化学結合でくっついちゃうってことですね これも来ましたね身近なゴムの話が聞けると思ったらもうバリバリリになってきますよね、はいはい、僕あのちょうど本当あれなんですけど僕これ私物のバッグなんですけど、はい、これあの車のタイヤの中のゴムを再利用したっていうこれ結構有名なメーカーで、はい、あの地球にも優しいみたいな。はいはい タイヤの外側じゃなくて、中側のゴムすごく廃棄してるのがいっぱいある。はいはい、このゴムを有効利用できるし、はい、あの強度もあるしっていうことで、はいはい、で、このゴムをちょっとあの元々中古のやつを使ってるから、ちょっと削れてたんですよ。はいはい、それを直そうと思って、はい、東急ハンズで違うゴムを買ってきて、はい、この接着がマクロして、はいはい、これゴムの接着ってすごい難しいんですよね。あと接着剤業界が自慢してるのって、はいはい、ゴム接着のことですよね？ おっしゃる通りであのゴムはもの、まあ、物にもよるんですけど何接着材料と言われてて、うん、どんな接着剤でもくっつかないようなゴム例えばシリコンなんていうのは接着剤でくっつかないのではいま、はい、だにぜっくっつかないんですくかいです、はい、くっつくものがないですは<ぁ>確実にですねもう接着剤コーナー行ったらもう何でもくっつきます喧嘩ですよね、はい、接着剤メーカーの大体、はいい,い,あのー、いろいろなメーカーさんともお話ししても、ね、はいはい あの確実にあのくっつけますよとは絶対言わないのでなるほどくっついてるみたいな感じになってるだけでですねちゃんとはくっつかないっていうのがあのまあ一般的なことになるんですけど多分一番難しいせ接着の話がゴム、はい、だから金属だと溶接って新しい手段が出てきますけどゴムはないですもんね、はい、そのだから接着剤業界をも凌駕するというかひっくり返る技術がこのラジカルロック。はい、はい ゴムのエキスパートがゴムを接着剤を使わずに結合させてしまうことを開発したっていう、はい、そうですねあのその技術を開発したってことですねこれはす,、はい、これすごいことですよ、ね、そうですねあのー、まあもちろん他のところをやってる部分、あのー、メーカーさんもあるみたいですけど、はい、我々は、まあ、いろんな材料を、えー、どういうふうにするとくっつくのがどうするとくっつかないのか、まあ、そういったところをこう突き詰めていって。 まあそこのメカニズムを解析してあの製品化しやすくしたっていうかですねいろんなものに展開できるようにしたっていうのがこのラジカロックの技術になるんですけど、うん、あでもこれ接着剤って物として存在しないってことですか物理的にラジカロックはそうですねあの接着剤が必要ないので、はい、まあそもそもあのその部分ではないのであの樹脂とあのゴム、えー、樹脂の成形物とゴムの成形さえすればくっつくような形にはなるんですけど技術名なんですねそうです恐ろしい、はい もの、ねはい、として売ってるわけじゃなくてそのそのやることそうですの名前がラジカロック、はい、そうですラジカロックすればいいじゃんみたいな使いそうですイメージってことですか、はい、これはまたもうとうとうぶ物理的なものじゃない話になってくるっていう、はいはい、やっぱもう無限を相手にしているそういう技術になってきますよねそうですねこれはどういうきっかけで生まれたんですかラジカロックはこれ まあ、ちょっとメーカーさんがありまして、はいえー、そこが K&K という特許技術として、えー、ゴムと樹脂をその佳境というあの結合で結合させるっていうようなものを持っていらっしゃったんですけど、はい、それを、えー、展示会の時にいろいろとお話をさせていただいて、うん、まあこれ面白い技術だということで是非我々もやらせていただきたいと。 ゴムのエキスパートのメーカーとしてはやっぱその技術知ってた方がいいですもんね。そうですねっていうところで興味があってお話を聞いてたっていうのはそもそもそうですね、はい、まあ本当にくっついてんのかっていうところから始まってそんなバカなみたいなところもありまでた我々がやったらどうなんだろうっていうところから始まったような感じですねあ,、はいはい、あそしたら違う技術でそれをまた成立させることができたっていう、はい、そうですねでやっぱりあの今あの環境の問題もいろいろあって、はい、あの接着剤にはいろんな溶剤成分が含まれたりしますから、はい 剤特にあのちょっと体に悪いものが、はい、そのぐらいの劇薬成分じゃないと無理なんですよね,そうですね強度とかそういうのを出すっていうのが、はい。なのでそういったものも一切使わないっていうのも、うん、まあ我々今後いろいろと、あのー、強みになるんじゃないかというところとあのー、まあゴムと樹脂は先ほども言ったように高分子と同じ材料ですけど、はいあのー、なかなかこう分野がですねもう完全に分かれているような状況になっててこう手を組んでいろいろやるってことがなかったんで。はい まあそういったところでも我々あのオムやとジやがまがラジカロックすんのも面白いんじゃないかなとて、はい、いうこともありまして、はい、それはもうあれじゃないですか中野製作所のカレンダーにはそれもう1ページ目にそれ書いた方がいいっす,<な>い <laughs> す,ごいっすね。でももこれもう本当に 何でしょう僕あのすごくあの音響スピーカーとかも好きで皆さんご自宅でいうと冷蔵庫洗濯機の防振的なゴムであったりと、はい、いうところであの材質の問題すごくこ,う、はい、こだわっていったりあと靴も好きで靴底だったり今のバッグもそうですけど、はい、本当にに近くにあるんですよねでも、はい、あのちゃんと考えようと思った時にこれ結構一番やっかいな相手で。はいはい そこをだから中山さん相談すると「あじゃこの場こうなんじゃないの?」とか「このゴムは多分何系のゴムってやっぱあるんですかありますねいろいろと。大きく何パターンぐらいにえ色の問題ですか配合物の問題ですかもともとのポリマーと言われてるものの違いで例えばシリコンって言われてるものだったり EPDM って言われてるものだったりウレタンとかですねそういったものが。 え 4, 種類もうちょっとあるかな取材だけで45種類、はい、もうこれもう本当プラスチック僕まあプラスチック諦めたんですけど、はい、プラスチックにもうかなり近いですよねもうすさまじい、ねはい、みんなあのなんかペットボトルとか簡単に言ってますけど、はい、もうむちゃくちゃこれも種類があるんですもんね、はいはい ここもだからちょっと接着剤もつながってきますよね。そうですね。ペットボトルとか接着するの、発泡スチロール接着するとか、結構できないですね。皆さんあの夏休み自由研究で苦労すると思いますけど、それのもっとやばいのがこれもうゴムっていう。そうですね。それを凌駕してしまったのがラジカルク。これあの P 入れますので、あの言える範囲でどうしたらこういうことができるのかっていうのをどういう視観点なんでしょうか。これ教えていただきます。ええと成形したあの形ができたプラスチックを えー、ゴムの金型の中に入れてその後にゴムを流し込んで、えー、ゴムを作るその時に「化、え、粧、ー」という反応でゴムにあるんですけど、はい、その化粧反応を樹脂の分子ともしちゃうってことですね。反応する素材をゴム側に流し込むゴム側に点火してるからその反応が起こるっていうそうですそそうですそうですそのイメージです うんいやいやだからもう言うのは簡単だけどそれ何、はい、何をどのくらいでどうするのかっていうのがもう,う、ね、絶妙っていうことですよね、はいはい、でもこれもう全然あ新しい新しいものがこの技術で全然作れるようになるわけですもんねそうですね今までなかったようなものがあの形としてできるというのがこれの、はい、あの強みになりますはいあのなんか薄く軽くて薄いポリアミド樹脂フィルムなんかも、はい 使っていくんです、ね、これそうですねあのー、柔らかい樹脂のフィルムにゴムを点付けすることによって軽量化になるとかですねそういったようなことあとラジカルロックっていうのは先ほども言ったように接着剤を使わないので、はい、どんな小さな面積にでも結合させることができますであと<ぁ>いろんなこうパターンが一緒に混在していてもあのものとして成立することができるのがこのラジカルロックの特徴なので。うわうわうわ 新技術が全然新しい未来を切り開いてますね。すね言ってることが、はい、中山さんの言ってることが意味が分かんなくなってる。<笑><笑>これ、今日はあれですか。特別にラジカロックされているものってことですか。そうですね。うわ。先ほどマイロンフィルムとくっついてるものとしては。こういう意味ですね。うわ。なんだろう。これは。これはなんて例えたらいいんだろう。凄まじい。あのー。 ガンプラのパーツみたいな、はい、<laughs> これ今、えー、と現状としては透明なこうプラスチックそうですね樹脂フィルム樹脂フィルムに,ルムにでも結構厚めですね、はい、厚めのやつにゴムがう、ね、もう本当に靴底のようにビャーっとついてるんですが一個恐ろしいのがあのくっついゴム同士がくっついてないですね、はい、これ一個一個,個が独立したものが、はい、そうですね8ミリ9ミリぐらいの山が。 バーって結構はいほん当はもうちょっと大きなサイズになるんですけど、はい、それちょっと試作サイズでちっちゃいですけどそして恐ろしいのがこれはちょっと後ほど番組のねあれにあげましょうね恐ろしいのがこの、えー、樹脂フィルムとこのゴムが接着剤でくっついてないそうですもう意味が分かりません、はい、信じられないですね、はいはい、それはもう剥がそうとするとゴムが切れちゃいますうんゴムの方が 切れちゃうぐらいの結合力で,で,で,でこのフィルムとくっついてるんですか。そうですそうです。これもう本当に革命なんじゃないですか。これ特許技術ですか。そうです。あのー、いや特許は取ってはいませんけど。なんで取らないんですか。ただ世界で我々しかできないです。 すげえ特許超えですかまさかの今までいろんなレジェンドエンジンが来ましたけど <laughs> あんまそういう抑えなくても真似できないでしょう、ね、みたいな、はい、恐ろしい今までいろいろなところがチャレンジしてるみたいですけど今のところ我々だけですねしんあの信用できないですこれが、はい、接着剤使ってないって言われて今1分ぐらい経ってますけど、はい、信用できない一 <laughs> 1分ぐらい僕これもじもじ触ってますけど、はい、えー、でもこれも別のものなんですよね そうですねね触ってわかりますすもん、ね、これはすごいゴムだ、はい、すごい硬質ゴムだからもうもう素材感全然違う、はい、ゴムの方が密度が高いので全部をゴムにすると重くなっちゃうのをあの密度の低いあの樹脂をつけることで軽量化になるっていうこととあとは先ほどから申し上げたとうに中野製作所はあのゴムのメーカーですから、はい、このゴムに、えー、と機能を持たせて例えばこれですと。 タイマー猛省が高かったり、グリップ力が高かったりっていうゴムを開発して。くっつけることで、まあ靴底に使ってもらったりしているってことですね。それでもこっちの素材特性が変わっちゃったら、はいはい、くっつかないんじゃないですか。そうです。ねそれをくっつけるようにするのがノウハウになりますね。じゃあラジカロックは、もうもはやこれを方法概念であるっていうのを理解できたんですけど。はいはい、ラジカロックは毎回違うラジカロックっていうことですよね。そうですね。ちょこっとずつでも。はい。まあ例えば。 違でも、ね、これは先ほど申し上げましたしいそれはあのちょっと試作で作ったやつですけど、はい、それもあのシリコンっぽい硬質ゴムがプラスチックの板にあの今度はくっついているこれはもうほんと電化製品であの見かけるような感じのものを今渡されましたけどこのえ硬質シリコンっぽい反対やわらかいわこれがくっついて 全力でくっついてますけど、はい、これ接着剤使ってないそうですそうですそれも使ってないですねもう,もう何パッ100パターンとか200パターンの素材はラジカロックできるんですかそうですね配合を変えればいろいろとできますまあもちろんコードもありますし硬さもいろいろ変えられるのであのー、まあゴムの方はいろいろ本当に無限にできると思います東京特許護衛技術はちょっと ちょっと痺れますね <laughs> <の>普通内緒のことがあってあれですけど、はい、これはもうって張りに言ったとしても真似できないでしょっていうはあ、い、もう理,理解できないです特許、まあまあ、ラジカロックはもともと製法なのでラジカロックで特許を取ろうとすると、まあ、製法が外に出ちゃうことになるので我々としてはそこの部分はくろはい。むしろやんないほうが無理です 特許するってことは公開する公開してこのまにしないでねって話ですもんね、はい、しない方がだから特許超えですね恐ろしいしかもこれだって材質が、はい、もうくさんざん口うるさく自分の経験から言ってますけど接着剤本当に本当つかないですもんね、はい、僕このバッグの修理だけで接着剤3種類とゴム2種類やってますからね、はいはい、それとあと交換に24時間増えだから、はいはい、時間もえらいかかりますもんね、はいはいはい、そうですね。 そこからするとこれは本当に恐ろしいですけれども、うん、この技術のもともとの、あのー、根っことしては靴底のの開発っってていうのが関わってそうですねあのー、ラジカロックの、まあ、一つの,あの商品という形になるんですけどもともとはあのー、これではなくて、はい、あの硬質樹脂にゴムをつけるというところで。 まあ開発が始ままったようなな形にはなりますけどそれを用途としては靴底に使う,そうだもともとは、えー、ATM だったり先ほどの話のところに使うようなもの例えば通常ですと金属に対してゴムを巻いて、はいえー、ものを作っていたんですけど、はい、そうすると金属だとまあ値段の問題だとかですね強度、えーっとえー、接着剤をつけてやっぱり。はい あの結合させななきゃいけないけとか、ね、金属とゴムローラーはそれをつけないと空回り空転しちゃいますもんね。といっていうところですね。それを改善する一つの手段としてこのラジカロックをまず使い始めたっていうところからですね軽量化は電気節電にもつながりますしっていうはい、はい、耐久性だけ出てんだったら金属じゃなくてもいいねっていう,そうです、ね、じゃあここの接着をっていうところがルーツになってくるっていうことですね。はい これががででももなななかなかやっぱ納得するものができなくってそうですねあのまず最初はもうどうすればくっつくのかでとかですね、はい、まあそういったところもまず分からなかったところだったので、まあ、そこからゼロから始めたというような感じでしたから、まあ、それなりにいろいろと苦労はあったような感じになりますけど3年って3年って言うの簡単ですけど3年開発ってなかなかな、はい、なかなか気が重いですよね。ねはいまあ、ただずっと あの3年間みっちりやってるってわけではないのでそこは通常の業務の中っていうところもありますけど、まあ、ただやはりそれなりの時間と労力はかかってるっていう形ですね中野製作所のこういうののやり方っていうのはどういう方向でアプローチするんですか、はい、トラライアンドエラーですかそうですねあの我々博士が誰もいないのであそうなんですか研究所みたいなそうですね研究所一応あの持ってはいますけど、はいえー、どちらかというとですね 体育会系のノリでまずやってみるっていうところから始まりますから各,各大学の樹脂のなんか部門の、はい、エキスパートをガンガン入れるとか、はい、そういう感じではないじゃないですね、まあ。そういったような方々はあの我々がご相談させていただいて、はいまあ、いろいろとあの手助けいただくことはありますけど基本的には我々が自分たちでやってみてあのどうなるかという形を。 こうカット,トライでずっっっとやてていくって感じすすねね世界中にありますもん、ね、それこそ 3M みたいな、はい、新素材開発しましたみたいなはい、はい、そういうところに皆さん研究者の方とかいて、はい、何使えるか分かんないけど、はい、この特性出たことないよ今までみたいなやつ、はい、でそれをすぐあの中野製作所さんにもちろんパイプがあるから来るけれども、はいはい、それをだから真ん中どう使っていくかとか。はい どう実用化に頼るものにしていくとかっていうのがちょうど中野製作所の皆さんがやっている、はい、そんなイメージしていただけるか、ね、いかもしれないですねでその作業のやり方としては結構こうトライアンドエラーがそうですねあの本当にアナログ的にやってる感じですねそうですねものによってはやっぱりかなりの数まあ千はいかないくてもやっぱり何百通りやるとかですね そんなことはあります、ね、もう機上でオーディションで、まあ、これは絶対ないよっていうのは、はい、弾いていったとしても実験する価値があるのでもやっぱり100ぐらいの数は全然超えてくる、ねはい、これめちゃくちゃゴミ出ます、ね、えっとそれはあんまり大きい声では言えないんですけど出ますね。<laughs> ですよね。はい、その種出ものすそれはすごい数、はい、そうですねただそれがあ,のあ,とあとあとですねいろんなものに変わっていくこともあるので、まあ、全部が無駄になるっていうことはないですね。 そこが一番のトライアンドエラーの強みっていうかそうですね。いうところでもあるっていうことなのかもしれないですね。はいはい、さあ、えー、この3年間もですけれどもあのなかなか当時は、えー、期日が迫ってきて大変なこともあったというふうに聞いたんですけれども。そフィルムにゴムをつけるという接着技術に関して、はいあのー、これはもう「あの大セレブニック」って先ほどもお話しした ところと、これは、あの、共同で、我々が技術開発をして。はい。まあ、フィルムの開発は、そちらの樹脂メーカーさんでやっていただいたりとかっていうことで。あの、今の販売も、まあ、そこを基準にやってもらってはいるんですけど。まあ、その時にですね。ええ、まあ、もともと、あの、ドイツと日本の会社さんなんですけど。はい。相手はドイツの会社。そうですね。で、まあ、その時にですね。あの、どうしても向こうで。あの、プレゼンしなきゃいけないという時に。 まあ、あのこういったものを作れないかというような打診があった時にですね我々やってみてたあの、えー、技術になるんですけどで、えー、向こうにドイツに行くギリギリの時にですね、はい、あのなんとかあのくっつけることができて、まあ、徹夜も23日しましたけどであの持って行っていただくことができたというような感じなんですけど本当にドラマみたいですねそんなのってあるんですねもうそうですねあのもう出発日の前前日ぐらいにちょっと見えてきて。 もしかしたらうまくいくかもしれないっていうところで、まあ、飛行機だけ確認しておいて、はい、で、えー、行くも行かないも言わずにですねとりあえずあの空港までお持ちしてそのまま飛んでいただいたというようなことはありましたけどこれはでももう仲間を信用するしかないみたいなことですかうです、ねはい、もう夜はかなりあのみんなあのギスギス車内はしてましたけどあのうまくいくかどうかも分からずにですね あのまあ、ただ行くってことはもう決めたので何とかやろうとあ最悪謝る向こう行って謝りましょうみたいな飛行機乗って謝り行きましょうみたいな,そ,ないいたそれもなかなか重たいですけど、はい、でも世界で初めてなことですしです、ねはい、これだからそういった意味では会社としていつまでにできるっていう約束ももう世界初の約束ですよねねそそううででででですす、ね、世界初で前例が全全くくなないいかかかかかからら日日きるるわ約束、はい、そうですね。 まあただもうやると決めたのでもうやらなきゃいけないっていうところにはなってましたけどいやーすごいっすねやっぱりそういう皆さんの開発とか積み上げられた知識があって僕ら便利だねって簡単に言ったり自動改札が本当1秒ぐらいでカンって出てくるっていうのにも全部つながってくるんですね <はい S 1> さあえー開発の日はですねすごく本当にもう。 現実は小説よりもきなりとは言ったもので、はい、とてもドラマチックなんですけれどもこの後さらにどうなっていったのかということをですね今日はお時間となってしまいますので続きはまた来週伺いたいなと思います。はいはい、A ラボインデックス本日のゲストは株式会社中野製作所タスクマネジメントグループマネージャー中山義和さんお話を伺いました。来週もよろしくお願いいたします。はいありがとうございます。フ 松風マサイがお送りしてきた米エラボインデックス本日いかがだったでしょうか株式会社中野製作所タスクマネジメントグループマネージャー中山義和さんお話伺いましたけれどもいやー私ほんとちょっと興奮してしまいました好きなジャンルだったもんであのー、鉄ね鉄が混ざったもの合金とても好きで合金いろいろこう 勉強したんですよその後プラスチック合成樹脂やった時にあこれは無理だと思ったんですけどその先にあるのがゴムですからねそのゴムをね分かってしまう人たちやっぱりいるはずですよね本当にとんでもない広大なところにチャレンジして結果を出している人が日本にいたっていったらこれテンションが相当上がってしまいましたけれども来週もですねもう そういった意味では本当に知識が財産なので秘密の塊だと思いますが、聞ける範囲でいろんなことをですね、ガン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 聞いていきたいなと思っております。さあこの番組の感想もメールで送ってください。メールは a ラボ at mark bfm dot co dot jp a ラボ at mark bfm dot co dot jp a ラボの綴りは a l a b o です。 そしてこの番組 A ラボインデックスのブログでは今日のゲスト中山さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけますまたゲストパートですが実は放送されている部分はほんの一部なんですインターネットバージョンほぼノーカットで毎回アップしてますのでぜひ b f m ホームページ内 A ラボインデックスのブログチェックしてくださいねそれからもう一度今日の放送を聞きたいという方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送後1週間過去の番組を聞きますぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてください それでは、ベイ FM A ラボインデックス、お相手は松風雅也でした。また来週